アイテム番号 SCP-706。オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル SCP-706 は人型収容サイト、6、3にある壁にパッドを入れ、角の角張りをなくした人型収容室に収容してください。SCP-706 は定期的な食事に加え、毎日 1.2kg のカオリンと陶器用の上塗りを与えてください。取扱者は文書 706E に記載しいる場にて、ミラーや余った衣類などの非標準アイテムと、陶器用のエナメル絵の具のついた絵筆を刺激または褒美として SCP-706 に提供することが許されています。SCP-706 は現在、実験時を除いて自殺観察手順下に置かれており、いつでも静止をできるようになっています。SCP-706 は通知があるまで毎日治療会合に出席することになっています。説明 SCP-706 は思春期の欧州系アメリカ人の女性でという名前を持ち、最初に収容した際の地元の記録によると12歳です。記録では SCP-706 はずっと家庭内教育を受けており、隣人も SCP-706 を屋外で目撃することは稀だと記されています。SCP-706 はおよそ 38.5度の異常に高い平熱と関節周囲以外は表皮が全て磁気でできていること以外は生理学的には一般的です。皮膚は非常に脆く、衝撃や過度の運動でひびが入り、強い痛みを感じます。SCP-706 は原料を当てることで通常の皮膚と同様に皮層を再生することができます。カオリンのような調合されていない材料を好み、喜びます。SCP-706 は硬化した磁気を摂取したことによる組織の損害に対して抵抗がありません。指示がない限り、SCP-706 は脅迫的に外観のメンテナンスをし、通常は鏡で自身を見て、使用可能な化粧やペイントをつけたり、取り除いたりして見た目を調整します。外観のメンテナンスに必要な材料が与えられなかったり、自身の姿を確認することを否定されると SCP-706 は苦しみ非協力的になります。SCP-706 はテキサス州、郊外にある住宅が激しい家族喧嘩をしていると警察に通報があった後に回収されました。SCP-706 はほとんどが燃やされ破壊されたスーダースの磁気人形と複数の陶磁器セットの残骸に囲まれた住宅の奥の部屋で発見されました。執行官にクラス A 記憶処理を施し、地元メディアに対して架空の話を与えました。ホイ706、1記録複写。以下の音声記録は宅で発見された壊れたデジタルカムコーダーから得たものです。簡潔さのために無関係な内容は編集しています。夫人よし、いい子ね、もう一度、できる？ダウン、おそらくはドアの音？ふくん、不明瞭、お前のわめき声にはうんざりだ。お前たち静かにできないのか？ SCP-706 パパ？夫人あなた？ふくん、不明瞭、お前とそのガラクタ姫の騒音にはもう。夫人あなた、飲みすぎじゃ。SCP-706 パパ、お願いやめて。ふくん、不明瞭。に女どものたわごと難属そくらいだ。夫人あなた、お願い。争いでカメラは倒され、これ以上映像は録画されていません。夫人ねえ、これ以上どうしてほしいの？すすり泣き、もう私には。口論。SCP-706 ママ、パパ、やめて。ふくん、不明瞭。どうした？あ、止めなかったら、どうするつもりだ？夫人、すすり泣き、お願い、お願い止めて。ふくん、不明瞭。止めなかったら銃でも撃つ気か、どうなんだ？夫人、すすり泣き、お願い、出てって。ふくん、不明瞭。ほら、引き金を引けよ。争いの音？2発の銃声が聞こえる。SCP-706、叫びながら、判別不明。1発の銃声。SCP-706、さらに叫びながら、泣き続ける。記録終了。ホイ706、にインタビュー複写。メモ、このインタビューは最初の収容直後、現在の取り扱い方以前に実施されました。質問者博士、回答者 SCP-706、日付、メモインタビューは SCP-706 の収容室内で実施されました。SCP-706 は席に着くと場にて、ミラーを見ながら髪にブラシをかけました。副写。博士どうしてこんなことが起きたの？
SCP-706 私がお人形さんになりたかったから。博士どうして ?SCP-706 ママはお人形さんを持ってたの?たくさんのお人形さん、古いお人形さん。博士お人形さんについて教えてくれるかな ?SCP-706 ガラスのケースの中に入ってて、私が小さい時に見せてくれると、ママにとってお人形さんがどれだけ大事か話してくれたの。ママはお人形さんたちをとても愛していたんだ。博士だけどガラスケースの中には閉じ込められたくないんだよね。どうしてお人形さんになりたかったのかな ?SCP-706 ママはお人形さんを大事にしてたから。ママはお人形さんたちを大事に大事にしてたから、パパはママを愛してたから、だから私がお人形さんになったらママは私を愛してくれるかなって。SCP-706、お人形さんは泣かないよね。お人形さんはお食事も、お風呂も、お世話もいらない。だた座ってるだけで、綺麗で完璧で。SCP-706、私も完璧で綺麗だったら、そしたら何もかも良かったのに、私がお人形さんみたいだったらパパもママも喧嘩しないで、普通の家族のように楽しく。SCP-706、お家に帰りたい。ママ、お願い、お家に帰らせて。インタビュー終了。ホイ706、3件吸引メモ。SCP-706 は収容以来職員に対して孤立し反応も鈍くなっている。彼女は声に皮膚のひびを作り、好ましくない顔の部位を取り除こうとするため、彼女の健康に深刻な影響を与えている。この自滅的な行動を踏まえた収容手順の改定案がサイト管理官に提出され、現在審査中である。博士。